はい、これ。まあまあ、これは、お会いしようで。はい、ではいただきます。はい、ダコヤンライダーツです。今日はツーリングじゃございません。はい、これ今年の3月岐阜の白川で買ってきたケイちゃん、いつかうちで調理しようかなと思ったけど、もうめんどくさくてずっと置いてました。今日やっと調理します。用意するものはケイちゃんの味噌、そしてキャベツ、そんでいるのかな、玉ねぎ、どうしたらいいのかよくわかんないけど、作り方を言います。あると嬉しい本家白川けいちゃん、お手軽便利保存。フライパンやホットプレートで本品を炒め、お肉に火が通ったところでキャベツや玉ねぎ、もやし等のお好みの野菜を入れてよく焼いてお召し上がりください。これ先に炒めるんだ、後からキャベツと玉ねぎなん、マジっすか。けいちゃんとは、けいちゃんは岐阜県飛騨奥美濃地方の山あいに伝わるけい肉を用いた郷土料理です。一口サイズにカットした鶏肉を味噌、醤油、塩だれなどに香辛料を調合したタレにつけ、漬け込んであり、キャベツや玉ねぎ、季節の野菜やキノコなどと一緒に炒めて調理します、ということらしいです。私岐阜県生まれですが、30歳か40歳までこんなん知りませんでした。飛騨地方なんでね、鶏ちゃんの、多分鶏ちゃん、これね、飛騨地方奥美濃なので、私はもうほとんど都会に近い岐阜県なんで全然知りませんでした。一応ダイエット中なんでご飯はなしです。けいちゃんのみです。いいっすか。では本当にいいのかな、じゃあけいちゃん先炒めますね。作り方もね、男の料理だからね、いろいろあると思いますが、まあまあ、それはご愛嬌で。おお、いい匂い、むっちゃいい匂い。本当にキャベツ後でいいん、あ、これっていうか油汚くていいん、美味しそうじゃない、油引かなくてもいいのかな、これ。美味しそうじゃない。ちょっと玉ねぎちょっと入れちゃおっかな。本当に火が通ってから玉ねぎとかキャベツでいいのかい？また今度岐阜帰った時行ってこっかな、けいちゃん。満腹亭ね。満腹亭ではね、ジンギスカンみたいな鍋にこれお肉を入れてパチパチ音がしたら混ぜてくださいって言ってたような気がします。まあその様子はこの動画で、なんつって、これ美味しい、美味しいわね、こんな全部入れちゃおうかな、マジで。こんなんさ、玉ねぎ後入れってなかなかなくない？入れちゃいます。知りません、レシピ、調理方法無視。いいよ、けい、
キャベツも入れていいかな、もう。はい、キャベツ。はい、キャベツ。キャベツ。うわぁ、大丈夫か、これ。まあ、キャベツは生でも食えるし、ええか。で、あれじゃない？肉をこの上に持ってこればいいんじゃない？肉が焦げないように。そんでキャベツを焼く。キャベツと玉ねぎを焼く。よし、その作戦でよ。肉は全部上だ。あきゃ。いけ。キャベツ4分の1分でいい。でいいです。これでもな、匂いだけでもう美味しそうだからさ。はい、どうでしょう、こんなんで。肉が焦げないように、よ、全部上に持ってきて。はい、今日の夕ご飯です。食べれるようになるまでビール飲みます。これ油なくてもやっぱこのタレがさ、タレが結構ええ感じなんで、多分だけど玉ねぎにもこのキャベツにもタレの味が染みてね、美味しいと思う。乾杯。ウィー。これ地蔵じゃない？あ、これもいい感じやん。いける。今日のこの1人前っていうか1人分これがね、多分300円ちょいっていうか、あれが3つ入って1000円だったはず。できました、食べますっていう感じじゃなくって、なんかつまみ食いのように食ってるからいかんな、これ。とりあえず試食。あ、美味しい美味しい、めちゃ美味しい、超美味しい。きた、これ最高じゃない。タレがすごい、タレがすごい。はい、もう野菜もいい感じに火が通ってきたんで、全部、はい、混ぜます。ちょっと火強火にしてたけど弱くしますね。はい、保温ぐらいの感じにしました。はい、ではいただきます。今まで散々食ってきたけどね。どう？おいしい、おいしい。これおいしいわ。あ、これ、さすがのお味です。美味しかった。美味しかった。おさました。はい、てなわけでした。岐阜県に来たことのない皆様、
鴨郡白川町の満腹亭のけいちゃん超美味しいです。はい、そんなわけでした。それでは今日もこの動画をご覧いただきありがとうございました。私もけいちゃん大好きだよって方見えましたら、ぜひ高評価コメント、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次回動画でお会いしましょう。じゃあねー。ああ、超美味しかった。